お腹が気になったり、反り腰が気になる、腹筋頑張ろうと思っても首が痛い、そういった方にぴったりな内容になってます。今回の動画を行うことで、反り腰の解消、平らな腹部を手に入れることができます。なぜかというと、腹筋が弱い人の多くは腰が硬い傾向にあるんです。そこに加えて背中が丸くならないので体が上がらない、首ばっかりに力がかかってお腹が力かからない、そういった原因になってしまいます。今回は以前紹介したアグラ足の5回、7回、10回、こういったメニューがあるんですが、回数多くてできないなって方のためにしっかり3回だけ行ってみましょう。ウォーミングアップをして行うことで、この3回は劇的に効果的な3回になりますんで、一緒に頑張ってみましょう。座った状態でまず上を向いて下を向いて首の筋肉伸ばしましょう。首の筋肉が硬くなってしまうと、どうしても腹筋中に首がうーって硬くなってお腹より先に痛くなることがあるんで、伸ばしておきましょう。And you keep on thinking you could save yourself, but that's love, that's just love. はい、じゃあうつ伏せです。腰を伸ばす前に腰をまず縮めます。手をついたら体を持ち上げてキープです。あと、もしこの姿勢が辛かったら手を少し前にしてください。腰をゆっくり縮めて丸まる状態作っていきましょう。もしすごい痛いよって方はちょっとだけ振ってみてください。はい、 OK。 今度は上を向いて寝ましょう。膝を抱えて腰を丸めましょう。腰が丸くならないと腹筋できませんので、もしできる人はちょっと背中をね起こしてみてください。腹筋する準備ができています。膝を曲げた状態で左右に少しだけ振ってください。腰の筋肉をね、横にも伸ばした方がしっかりね、体が起きますから。それでは腹筋メニューに入りましょう。全部3回、3回ですが1回あたり5秒間息を吐いてください。まずは足を組みましょう。足首と膝を持って息を吐きながら、手で引き寄せながら起き上がって5秒息吐きます。3回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。 OK、 反対にいきましょう。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。 OK、また反対足です。今度は足を抱えていきましょう。抱えたところで5秒キープ。3回。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。反対もいきましょう。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。
いでいきましょう。今度は足を上げながら体もちょっと起こしてみてください。首疲れる感じの時は手は頭、ここでキープいきましょう。1、2、3、4、5 OK、 反対もいきましょう。1、2、3、4、5 2、2、3、4、5 3、2、3、4、5 OK、 今度は足を組んで股に手を入れてももの裏をつかみましょう。これで体を起こして10秒キープ、呼吸2回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK、 反対も同じようにいきましょう。息しっかり吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK、 ラストは両足もも裏持って転がってみましょう。10回最後頑張って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK、 最後まで頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。朝晩1回やることでお腹が平らになり、反り腰が解消されて姿勢が良くなって綺麗に痩せますんで頑張ってみてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。